はい、こんにちは。横浜純正一筋進藤くんです。3月7日の OB 第6弾で登場されました横浜 DeNA ベイスターズの牛田選手、獲得を迷われている方も多いのではないでしょうか。ちなみに私は美課金横浜純正のリアタイ勢ですので、この牛田選手が僕のアカウントに今すぐ必要なのであればガチャを回すのですが、回します。いやー、普通に強いし、この選手が40連で獲得できるっていうのは美味しすぎる。牛田選手を獲得すべき人についてはね、今日の動画の後半でお話ししたいと思います。無課金美課金勢の方の立ち回りの参考になると思いますので、ぜひね動画の最後まで見ていってください。あとね、ようやく来ましたファイナルミキサー、今日の動画で引いていきたいと思います。ということで今日の内容は6点。1、ファイナルミキサー狙いは上から安明、伊勢くん、太田大志さん、サノス。2、横浜純正リア対、もちろん主役は牛田選手。3、横浜純正ガチ勢から見た牛田選手の評価及び解説。4、牛田選手の横浜純正での位置づけ。5、牛田選手を獲得すべき人について。今日はねこういった流れで動画を撮っていこうと思います。それでは早速ファイナルミキサーへー、バモス。まだ限界突破が進んでなくて被ってる宮崎さんをね、今日は餌にしていきたいと思います。さあ、早速1人目。いや、これがもう楽しみでしょうがないんですよ。当たれ。いや、当たらない。これは被り臭いぞ。ほい、カモン、おぉ、こい、おぉ、マキくん。まあ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 。はい、じゃあ2回目いきたいと思います。いや、本当に安明欲しい。まあ、最悪ね、選択契約書残ってるんで別にいいんですけど。いやー、まあここで引いておきたいよね。こい、お願いします。さあ、演出はしょぼめ。当たれ。当たらん。来い。いやー、普通。おーい、来ました。よっしゃ。いや、サノスね、持ってたんですけど、その時ね、ウェンデルケンが欲しすぎて、もうそっちのね、圧縮用の餌にしちゃってたんですよね。いやー、マジで嬉しい。これ4000から4400にね、継承できるってところでやっていきたいと思います。やったぜ。はい、じゃあ3回目ですね。いやー、森原さんなー。めちゃくちゃ、使いたいなと思ってたんですけど、なかなかちょっとやっぱ今のところ使う場面がないんでね。ごめんね、森原さん。今年マジで活躍してください。お願いします。さあ、安明。おおっと、どうなんのこれは。さあ、バットに当てちゃえよ。な、いっちゃえ、いっちゃえ。ほら、ほい、ボビーの。どうだこれは、頼む。おお、東さん。はい、じゃあね、ラスト2回いきたいと思います。お願いします。おっと、イエス来てるよ。うわー、来た。新選手来ました。暑いです、暑いです、あちあちです。さあさあ、もう新演出は確定ですよ。サチコ、あれ、サチコじゃない、ミッシー。まあ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 、はい、ラスト1回。まあこれはね、ちょっと迷ったんですけど、まあ池谷さんの極み最後入れようかなと思います。まあ、僕ね、もう対象選手はこれしかいなくて、本当にもうかけれる人いないんですよね。本当にね、池谷さん強いと思うんで、まだオーダー揃ってない人とかね、池谷さん、ファイナルミキサー回さない方がいいです。これはもう悪い見本だと思ってください。行きましょうか。やっぱり何かを得るには何かを捨てないといけない。そうだろ。頼む。ガチで来い。安明。安明来てくれ。本当に来てくれ。さあ、皆さんのね、ファイナルミキサーの結果もコメント欄に書いてってください。お願いします。本当に。なし。おお、これは嬉しい。これ逆にこっちの方が嬉しいわ。安崎さんのね、選択契約書でさ、極めのやつ継承すればいいだけだから別に調合いらなかったけど、うわ、雄大の調合はマジでうまい。やったぜ。はい、ということでね、Sランク選択契約書引いていきたいと思います。待ってもらうからね、あなた。本当にバモス、降臨しました。あざっす。横浜純正1本でやってるとね、まあ本当に僕みたいな美課金でも、これぐらいはコンプできます。まあこっちはすっからかんなんですけどね。はい。いやー、でも今回は良かったんじゃないか。はい、じゃあここからがね、本番ですね。はい、まあ10連目はね、何もなかったですと。はい、購入2回目。1人確定でございます。あげろか。おー、レイボー。さあ、ここでピンク色が1枚。
ならない。いや、こっち地面作れ。頼む。カメラ来い。来い。いや、来ない。くそ。二重目できたらめちゃかったですよ。来れ。頼む。ほい。ほい。さあ、三目の二重目。殺す。壊しよう。うほほほほ。はい、じゃあね、お迎えに上がりました。内田さん、あざす。さあ、それではね、OB 第6弾の内田投手を使っていきたいと思います。いや、お相手はね、5割2分2厘。受かったやつが楽な。なるほど。なん、ガチ下手、やば。まあまあ、ここでいきますか。うっしっし。さあ、降格チャンス。まあ、初見といったところで多分見てくると思うんだよな。いや、打ってくるんだ。じっくり来ると思ったんだけどね。タイピンチ。タイピンチ出てるときに、相手のちっちゃい方行ってみる。どうよ。うわー、抜かれるか。頼む。取って。うわ、マジうまいな、やっぱり。大国市は今厳しいのか。さあ、大魔神と落ち幅は同じよ、これで。よし。ああ、悪くない。振ってくれ。甘い。おー、危ねえ。コントロールは制球58か。しんど。これ。おーっと。いけるんじゃねえか、これ。回転見えてない説はちょっと出てきたよ。いや、どこでストレートいくかやね、これ。よーしよ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 し、上等でしょう。あー、振らされた。もう最悪。やばい。さあ、ウッシー頼んだ。で、ウッシーさんなんですけど、こうやってね、あの回転見えてるかどうか微妙な相手に関しては、あー、いかれたかー。くっそ。うん、もうちょっとボールから入りたかったな。やっぱ制球もちょっと課題なのかな。はい、ちょっとね、あの撮影の協力者が見つかりましたので、ちょっと打者目線の方もね、一回見ておきたいなと思います。ルールとしてはランク戦のルールですね。ギリギリスキャピア。さあ、行きましょう。1番 DH バカめ。うん、渋いナイス。さあ、ここからね、牛田さんですね。ん、極め極め、早極めんの。はい、大きい方。うん、まあ回転はね、やっぱ普通の回転なのかな。はいはいはい。あー、ミスった。今のはでかい方か。うん、でかい方ね。オーラキさあ、タイピングが出ました。ちょっとね、ここは一回見送ろうかなと思います。ああ、そこからボールね。多分ね、タイピング出なかったらギリストライクだったかなぐらいかな。これがちっちゃい方のタイピングマンね。いやー、見間違えたね。おお、全然見えてない。いや、本当にね、感覚は大魔神っすね。いやー、もったいね。いや、もうちょっと制球があればな、使いやすそうな感じはする。落ちてよ。よし。さあ、タイピン発動っすね。じゃあ、マキ君いっちゃいましょうか。うわー、やらしいね。今のバテてんのか。なんだ今の。これちっちゃいね。バテてるっぽいね。はいはい。いやー、エロい。いやー、ボールか。くそ。はい、ここからね、解説パートに移ります。横浜純正やってる人、興味があるよという人は最後までね、必見の内容となっておりますので、引き続きよろしくお願いします。丸さん、横浜純正ガチ勢から見た牛田選手の評価及び解説に移ります。球威80、制球62、スタミナ64と完全にね、球威型になっております。適正は中継ぎのみで、まあ、なんといってもね、このフォーク2種ですね。まあ、本当に大魔神とか遠藤さんに似てる感じっすよね。特殊能力が脱三振20丸、切れ替え、タイピンチとなっております。以上がね、能力となりますが、全体的に見てやっぱり大魔神の介護感といった感じですかね。やっぱりもう少しね、制球が高ければ使いやすかったなという印象は受けます。特殊能力はタイピンチ、キレとリアタイム機能能力になってくれてるところはね、非常に嬉しく思います。続いて丸4、牛田選手の横浜純正での位置づけについて、最近横浜純正始めた人だったら、もう中継ぎエースぐらいに、ね、なってもおかしくないのかなという感じはします。ちなみにね、現時点での僕のアカウントで言うと、今さっきのね、4人に加えて、
まあ、砂田選手とか田中健二郎選手、一緒ぐらいかな。田中健さんと一緒ぐらいかな。で、まあ、ロンメイロ。まあ、その次ぐらいに来るかなといったところはあるんで、まあ、現状中継ぎの7番手か8番手ぐらいには食い込んでこれそうなところかなといったところですね。まあ、タイプ的にはね、大魔神と被ってますが、牛田さん投げて刺さってたけど、スタミナなくなっちゃったっていう時は大魔神に系統すればいいし、牛田さんが全然通用しなければもう大魔神じゃなくて他の投手に系統みたいな、まあそういった感じでもいいかなというふうに思います。続いて丸5、牛田選手を獲得すべき人についてですね。リーグ勢はやっぱ球威型コンボが発動する人は今絶対に取っておきたいところですかね。あとまあリアタイ勢は中継ぎの枚数が足りない人とか、大魔神を OB 第5弾で取り逃しちゃった人とか、まあそういった方にはめちゃくちゃありがたいチャンスなのかなといったところですね。以上をもとに今回のねガチャおすすめ度、リーグ勢は85点、リアタイ勢は80点とさせていただきます。皆さんね、今回のガチャを回すかどうかぜひコメント欄に書いていってください。このチャンネルでは横浜純正一筋ビカキンでプレイしてる振動が新しく出た横浜の選手を忖度なしで解説評価していくチャンネルです。無課金ビカキンで横浜純正を強くしていきたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もね最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは全部変えてしまえば変えてしまえば。